疲れ様です、ラストです。今日はこちらグローバル大会トリプルドラフトね、はい、やっていこうと思います。さあ、鼻くそついちゃったんですけども、こちらね、ドラフトです。ドラフトモードで、15勝ぐらいまでね、結構報酬もあるので、おすすめかなと。無料でできるんでね、はい、ぜひやってみてください。で、これはデッキとかがないんで、何のカードを選ぶかみたいなのをね、はい、軽く説明しながらできたらなと思います。で、一つだけ、強い技があって、これタワーを選べます。はい、ここの自分の、デッキのタワーにしてるやつが採用されますんで、ぜひね、こうダガーガールにして持ってる方はっていうか、みんな持ってると思うんで、はい、ぜひこのダガーのデッキで挑めば、ダガーガールとして戦えるので超強いです。てかしなきゃ損です。はい、ってことで皆さんダガーにやってみてください。この相手もダガーですね。はい、ってことで、初手スケラーはもうマザネクとかの可能性あるんでないです。で、メガナイトとラム、てかラムとロイグいるんでメガナイトですね。ゴレでもいいけど。で、呪文はポイファイボが最強です。はい、で、それ以外はその次にライトニングクエイクかなと思います。で、呪文はヤナアメが最強です。で、その次が、トルネウッドタルババデリバリー、トルネウッドデリバリーかな。俺悩むね。タルでもいいし、デリバリーでもいいです。相手の主軸が豚だったんで、エレジェイだったし、ちょっと陸固めますか。で、ロイホグ用にゴーストでも取って、で、俺攻めがいるっすよね。攻めがで、俺がポイズン、相手がライトファイブか。エリポン取ってもいいかもね。なんかちょっと強そうで、スケか、これ攻めがないんでスケバル取るわ。で、ロケコ最強ですが、最強か。相手に柳雨のタクがあったら話は変わります。で、マジアチョも最強です。全部最強やんってなりますけど、このモードの、ティア表を軽く紹介すると、俺的です。 SSS レート、一番強いのがロケット奉仕とマジックアーチャーだと思ってます。で、ポイズンかな。その辺はね、本当に最強なんで取り得です。で、今までは、言ったらそこにホグライダー、あとはゴブリンバレルが入ってきてたと思うんですけど、俺の中でね。けど、そこがね、それこそこのダガーガールによってちょっと弱くなった気がしてます、正直。だからスケバルとかもこれやばいね。マルチア、カマツエーで、これ柳雨なかったらロケコ頑張れるんですけど、柳雨あったら泣いちゃうな。トルネか、いやー、いいトルネが来たな。でも頑張って溶かせますよねと。うい、さすがにエレジェイか。で、このダガーが増えたことによって、今まではヘッポクだったんですけど、意外とこうラバとかジャイ結構強いです。はい、もともと今マルチでもね、ジャイ環境なんで、マルチで強いやつは当たり前にこのモードでも強いですね。はい、で、あと特徴としては進化カードとかがないって感じか。で、トルネ5かトルネライトだと思うので、ここのエクサポンプは生きてくれるはずです。ロケホー最強なんでね、正直。相手が柳雨持ってなかった時に、もうその時点でなんか勝ちぐらいの、はい、能力あります。あとはなんだろうな、重要な点、強いって、ムートとかも強いね。だいぶ強いと思います。で、これマジアチャで射抜けばトルネ使ってくれるんで、そうするとうちのロケコが無限に生きるみたいな。マジアチャゲーやんさあ、マジアチャだけでこんだけ削れました。負け筋はファルチで割るが、一旦メガナイトがたまる。で、エリポン一応かな、エリポンキッズなんでね、私どんな時もエリポン来ます。怖っ。ほい、さあ、メガナイトもね結構強いんですけど、意外と攻め手がメガナイトしかないみたいなことがあって、削れないとかもよくあるんで、取っとけばいいっていうほどでもないかなっていう。ポイズンで削っちゃおうかな。で、端前からいっちゃおうかな。これもうエリアドが、やべ、やっちゃった。相手エリポン壊さないんだよ。さあ、でもこれダガー切れがあるんで、スケバレちょっと強そうじゃない。おい、えぐいカウンター。さあ、
ケが残るもんね、これ。バルキリーね。いやー、こっちに歩いて、交え打ちの角度で、みたいな。そんな簡単にはうまくいかねえか？いや、結構入るよ。いや、ファルチェの角度がうまいね、あんた。おお入れ。おいさあ、まあ、交え打ちで射抜いて、ロケコだっていいな。いいね。まあ、これはもうロケ法ですね。相手穴はめ多分なかったし、とかトルネだったんだ。うん、もうロケ法最強なんで。ロケ法を取って、まあその時に攻めでスケラとかを取らないのが大事だな。で、初手主軸が来ると、もうこれは正直対策するだけでいいです。はい。まあ、エリゴレは渋いか。迫撃かエレジャー、まあエレジャーアンペイかな。で、メガナイトとスケラと工場なんで、もう正直こっからはお互いガンメタするはずだけっすね。で、これに関しては、まあ、ロケ砲でもいいんですけど、ホバーにもガゴにも強いんで、ヤリゴブにも。まあ、アイスイズとかでもいいんですよね。まあ、あと、スケラ受け。まあ、メガゴかアイスイズ、メガゴにしようかな。まあ、ロケコでもいいんですけど、正直ね。で、墓石。で、スケラがあったんで、まあ、ぽい。で、相手はクエイクライト。で、工場と、なんだっけ。マジ忘れちゃった。マジ暗記ゲーです。はい。記憶してください。相手のデッキ。うわー、これマジボムタワーめっちゃ欲しいけど。墓石取っちゃったんで、エリババ取るか。エリババも強いんだよな。まあ、ウッドか。ウッドかな。まあ、雪でもいいけどね。まあ、何でもいいか。はい。で、なんとなくハンターです。ザッピーでもよかったが。まあまあ。さあ、いいでしょう。ってことで。おいて、プリンセスソーよ。珍しいな。まあ、雑にゴーストとか咲いて、いきますか。え、待って、ウィザードになってるわ。間に合ってなかったんだ。最悪だ。これなんか、たまに間に合ってないと、今みたいな、取った表記ミスってることがあります。やだな。まあ、これはお互い主軸を知ってるんで、まあ、それのメタリ合いですね。基本的にね、このモードはもう、主軸と呪文が一番大事です。はい。そこに対して強いのを、あとはもう取っていくだけみたいな。相手の呪文が、ポイズン、てか、ファイボの可能性がないなら、まあ、マジアチャとか、そういうの取るし。もう相手の本当に、呪文と主軸だけです。そこの2個を軸に考えてください。そしたらもう、もうこれはペッカ咲いたんで、エレジェイ出しただけなんですけど。はい。やべ。いやー、これね、防衛が難しいんですけど、メガナイトをあえて飛ばさせるっていう未来も見えるんですけど。いや、そんなのいらねえか。しばくわ。はい。こんにちは。うちのババはエリートですからね。いや、エリババ強え。これだけで強えんじゃね？さあ、ペッカ来るが、まあ、墓石で回収できるよねっていう。まあ、墓石ね。よいしょ。てか、ダガーガールだけで止まるかもね、これ。最悪。いや、ダガー強いんですよね。もう、ダガーが強すぎることによって、ホグとゴブリンバレルがね、弱くなったっすね。いや、さすがに。うい！怖。まあ、ジャイ迫撃とかでもいいもんの、最悪。まあ、ジャイ、ロイジャイ、ゴブジャイ、エレジャイ。ジャイ系はめっちゃ強いね。ほんとに。ポイズンしてやれ。さあ、メガゴが、頑張って、溶かしてくれんな。おぉ、ウィザードウィザードってさ、普段そんな強くねえのに。こういうモードだったらちょっと化けるよな。え、熱い。その位置やばいね。で、ウッドでウィザード延命して、一発でも多く燃やしてあげて、しかも墓石で？ああ、さすがにそこまでいけない。え、やべ。いや、墓石行くの。いや、これはまあ確実に耐える用の、エレジャイ、フィジカル受けね。よしよしよし。もうポイズン圏内なので、こういう生贄でね、守っていいですね。いや、エレジャイはね、その今回、まあ施設のタッグがあったんで、まあ俺施設持ってるし、まあ相手にも施設がある可能性もあるんですけど、たまにね、施設を選択できないこともあるんですよ。それが結構運なので、もうそういう時にもうエレジャイ、あ、絶対止まらんや、みたいな。こともあります。
はい、なのでまあ運も大事、運も大事ではあるね。はい、運ないです、レア。まあまあまあ、ワイルドカード20枚美味しいか。さあ、考えながらいっか。ダクネ取りたいんですけど、マザネクの可能性があって全部舞台になるの嫌なんで、まあレイジかエリポンですね。でなんとなくエリポンにします。はい。で、まあこれはLスピーかハイスピーっすね。ヒースピーは無能なんで、はい、まあエリスピーにしようかな、なんとなくです。でこれマスキが頂点ですね。インドラはエレキにもガゴムレにもザッピーにも弱いんで、このタクだと弱いね。まあ、ネクロでもいいが、絶対マスクだな。コスパいいしね。まあ、ウッドかな？ウッドかタルかユキか。ウッドかな？で、相手がヤナアメあるんで、それも覚えておこうね。で、ダガーだとオーブンもゴブゴヤもゴミ箱です。はい。ゴミ箱、自分の部屋の真ん中に置くやついないっしょ。はい。置きません。取りません。で、ファイブライトね。まあ、ファイブライトヤナアメか。相手ね。まあ、ぽいアンパイだな。ファイブライトヤナメっぽい感じね。ヤナメあるんで、可能性としてね。まあ、ヤリゴブかフェニー。フェニーにしようかな。で、感じで最後主軸ですが、どうも、怪しいな。まあ、これはエリポンあったんで、俺クロスでもよかったかもね。まあ、けど、めっちゃアンパイなラムにしましたね。主軸、オワコンは、正直クロスと、まあ、オールブレイカーも結構弱くなったんだよな。クロス、オールブレイカー、まあ、エリゴレとかゴレとかラバとか、そういうのだとちょっと怖いよね。まあ、相手は、なんだったっけ？ヤナメやっぱ取ってますね、でも。で、ファイボーの可能性あんのか。まあ、エリポン消えたら、なんとかなる。さ、ジャイ。このフェニーがもったいない気もするんですけど、まあまず落ち着いてね。ライトニングだったらいいな、正直。マジババ置いてファイブくんの渋すぎるんで、一瞬だけ待って置いちゃう。やめてファイブ。まあ来たら来たでさ、ここで溶かすことに成功してるし、やべ。いや、ここに関してはちょっとこの縦線が、うっ、めっちゃいい画像来てる。やべ、ダガーだから。やべ、ダガーだからしんどい。やべ、やべ、ダガーが。ダガーが。よくない。これで1000ぐらい入ってんの。しっぷいな。ファイボ使ったんで、リポン置きたいですけどね。ババがここで進化しねえもんな。進化しないクララはさ、最近知らないから、ちょっとむずいんだよね。まあ、読みファイブぐらい受けない限りは耐えれそう。マスキにも当たってほしくないな。まあまあ。さすがに出してね。いや、このファイブはね、美味しいね。エレキも。ギリ。エレキじゃねえわ。やべ！エナチクウッディした。よくないかご。マジ、エリポン来てえけど。ダガーが寝てるから、しばらく。よしよし。まあ、ゆっくりね。このためね、リポンですよ。で、縦線とかもあって、ラムライダー単品だとね、その簡単に止まっちゃうんで、まじ、ダガーだと。ゆっくりいくよ。相手、ファイボヤナメまで打たなきゃね、突破できないんでね。マスケ。そう、ウッドエルスピー、たまたま。後ろから裂いちゃったんで。さあ、ファイブ使う。いや、ここ大チャンスじゃない。え、ってか相手、え、めっちゃいいファイブを打ってたんだ。やばい、俺思ってたんだ、違った。やばいね、ババにも当たってるわ。え、めっちゃいいファイブ打ってたんや。やばすぎるな、マジか。俺の思ってたのと違った状況が。めっちゃいいファイブを打ってはいたが、さあこっからでも勝てんのがクラッシュロワイヤル。でもここは正直そんな通らないとは思ってる。
ポイでも削って、え待って、ポイズン当たってないけどラムはめっちゃ入ってる。なぜならダガーだからだ。美味しい。さあエリアドの暴力、俺の時代です。エリアドでね。さあでチャージが足んないよこれ。さあファイボム打たなきゃいけない。ポイズンで削っていく。次のポイズン圏内です。あぶねえ、マジエリポンいっぱい置いといてよかった。ババが止まんないね。なんかババは止まんなさそうだね。さあラム、ラムでジャイが止まる。ウッドで削ってさあポイズンですね。あぶねえ。けどこのデッキは超強かったな。マスケフェにね、安定みたいな、こういうデッキでも作れると多分なんとでもなるというか、めっちゃいいデッキだな。マスケフェに理想ですね。まあこれはハイスピかゴブリンか、まあゴブリンかな。結構防衛で優秀なイメージがあります。相手がねヤナメとかウッド取れない可能性もあるんでね。まあアンパイファイボー、ファイボーだな。ポイズンライトニングね。でこれは結構なえる、なえます、正直。うん、トルネファイボーだっていい、やってみようか。うん、意外と俺トルネ好きなんでね。でここはまあ俺が呪文微妙だったってことは、まあ相手にヤナメかなんかその辺あったってことなんで、まあロケコかアイウィズトルネも良かったりします。でもこれボムです。はい、もうボム最強なんで取ってください。まあたま相手がクエイクライトニングとかだったらまあちょっと悩むかもしれないが、てかライトニングのタカあんのか。でムートめっちゃ強いんですよね正直。うん、まあムートっすね。相手選ぶの早い。いやーこれライトニングのタックがあるが、まあだからこそザッピーの方がいいんですけど、まあザッピーか。うん、さあ最後に攻めが来る。まあスケラーかゴブジェイか悩んだっすね、二択。まあどっちでもいいんで、ファイブなんで相手がマザネクもし取ってても選択肢にいたか覚えてねえんですけど、まあスケラーファイブ打てばいいんで。そうアイスピコウモリね。うん、おー、まあまあまあボーリーね。さあでもトリプルドラフト超強いムートを持ってます。私はねマジでムート強いんでね、おすすめっすよ。腐ることないしな。いやだこれでね一応溶かせてはいるんで。早くたまれ。いやー足りそう。いいね、強いね。さあまあ相手ポイズンか、メガナイトポイズンね。スケラー単品一旦打っちゃってもいいけどね、今だし。今すぎるんで打っちゃうか。まあ、いやーいい防衛というか完封。スケラを完封、うまいな。まあでもさダガーだからこそ結構ね楽に回収できます。プリンセスタワー弱いんでね。アイビツ先行いけ。え美味しくねムートが。いやーいいね、このムートでさあボーラーをだいぶしばけます。まあ暇なんで今5打っちゃってもよかったが、まあまあ待って、相手これ主軸をメガナイトにしてるんで削れないんですよね、こっから俺のタワー。だからこっからはもうスケラ打って5打ってちまちま削って、え止まりすぎじゃない、ちょっと待ってよ。さあでこれポイズン使ってきたんで、まあ、スケラ打って、まあ、メガナイトで踏まれるかな。えてか優秀、いやこれムート熱い。いやウッド打つ、ウッド使ったよってことはエレキもない、結構入らん、あれ余り物のね。よしよしよし、さあ相手マジポイズンでしか削れないんでね俺のタワーを、かわいそうに。
さあ後ろからムート冴えてポイズンを足してスケラ打ってファイブ打って繰り返しかな。強まあこれの8枚目がないとか嫌ですけどね。まあでも言うて守れると思います。高めザッピーとかで。おい死体がだけのトルネファイブ。待って、めっちゃ入ってるとか好きがさあ、ね、意外とトルネもね、まあ今回ほぼ使ってないけど強い気はしてます。うん、なんだかんだ万能ですよね。安牌さあこれむずいです。ホグ今までだったら一択だったんですけど、まあ、ダガーによってちょっと弱いんですよね。まあバルーンの方が弱い気がするんで、まだホグの方がマシか。ちょ、ホグいくか。まあメガナイトとスキャラの方が渋いか。メガナイトロイホグね。メガナイトとロイホグで、もうこれ竹取り手というかメガナイトとロイホグか。まあ縦線で陸受けちょっとカバーして、まあフェニーだな。さすがにフェニックスもここのタクで結構強い。マスケフェニーね。で俺ヤナハメ欲しいな。ヤナハメ欲しい。吹き矢でもよかったけど回転が早い方がいい。でテスラーボム最強です。はい、取ります。まあ大砲も強いんだけどより強い。でこれに関してはレイジもありだな。いやダクネも強いか。相手でもファルチのタクあったな。レイジ普段取んないけど取ってみるか。でロイホグメガナイトね。まあさすがにウッドかな。レイジ持ってるしね。いやーこれねライトニングだっていいな。いや、ファイボでいっか。ファイボウッドレイジでいこうか。ロイホグの防衛も使えるし。さあ、結構おもろいデッキができたんじゃないでしょうか。サンスペ高回転ホグ。マジ、ホグ単品で飛ばしても、びっくりするぐらい削れないんで、こういうのも今までだったら飛ばしてもよかったけど、今回はもう飛ばさないですね。フェニックスが行ってからホグライダーとか、まあ、縦線プラスのホグとか、単品ホグがもう弱すぎる時代になっちゃったんだね。さあで、クラロはね、削れない時代が来ましたんで、こんな感じで、もう呪文でちょっかいかけていきます。テスラ？おい。いいね。正直もう呪文で削って逃げるようなもんですからね。さあ、ボンバー。一生ちまちまいっか、これ。でまあユニット残ってカウンターでぐらいならいい気がする。いやこれマジで強えぞ。でここでねホグいけたら強い。だってなぜならダガーのあれがないから。そう、こういうホグがいいね。理想です。でちょっと贅沢レイジやって、えマジめっちゃいるぞ。しかもダガー寝てるもんなこれ。さあお休みモードのダガーには、えうい、で、こうなれば強えな。うん。で、こういう、だから、ホグの出すタイミングで、こいつがなんか本当に、変わる。偽物のホグライダーか、本物のホグライダーかね。マジ、飛ばすタイミングすごい重要な気がします。まあ、ゴブリンバレルもか。うん。余裕で無視できちゃうんでね。さあ、もう、こう離れば、また必殺陰キャね。テスラ置いて、てか、まあ、フェニカラでもいいか。フェニカラで、相手今んとこ対空マスケだけなんで、マスケをファイボレージで仕留めて、もうフェニーで守れるみたいな。さあ、縦線出して、マスケが低めに来たらな、嬉しいけどな。おお、それはまだ話が変わんね。ちょっと陸がないんで、ホグで、ホグが陸。これウッドレージででも解けんのか。強いな。で、回転も早いと。レイジ普段取らないけど、ちょっといいかもね。さあ、でも空から一方的に食ってあげて、ホグで陸受けして、まあ、ここに関しては、まあ、あれまあ、ええか。いや、ほんまじで入らねえ。今ので入らねえんだもんな。やばいよな。全然入らねえやんっていう。え。で、これが負け筋っていうのがおもろいっすよね、クラロワって。クラロワってこうやって人は負けていくんすよね。やべ。マジで負けそうなんだけど。縦線を回してね。やべー。
助けてマジで負けそうなの嫌すぎるんだけど。じゃあ冷静にテスラ置いて引っこもるか。え、負け出すやばすぎる。ちょっと待って、負けです。なのでなんで負けたはい、ホグライダーを飛ばすタイミングでもめっちゃ変わります。本当に入らんかったな、やば笑えないぐらい弱かったか。でもここは正直どれも当たりではあるか。レジャイもゴブジャイもラバも強いで、まあアンパイゴブジャイかな。ラムバルーンね。てかバルーンも本当に弱いね。本当今みたいな感じで通らなくなっちゃうんで、バルーンとホグはね昔最強だったからこそのねちょっと悲しいね。うん、まあ時代は中型から大型かな。トリプルドラフトだと特にだな。あー、まあレイジも強いよね。いやーまあ、リージで負けてからやめとくか。ゴブジャイダクネ。え、フェニー強い。やなめ欲しい。熱い。ロケ砲しばけます。まあ、陸用にマスケか。で、マザネクいたんで、ファイボー。え、超強い。で、アイスピいいな。まあ、縦線でもいいが、アイスピで回転。え完成。テンプルデッキみたいなのができた。いやー、マジで強いよ、これ。まあこういうのが理想だね。本当にホグライダーは気をつけてくださいどう考えても勝ち試合だったんだけどな。はい、気づいたら負けてたの、ね、もったいねえよな気をつけてください。マジででも今のホグはもうホグじゃないです。このモードだと特にただの豚。さあ、まあゴブジャイはね、まあ、安心と信頼がホグなんかと違うんで。さあダガーね、まあ、相手は絶対ダガーだからな。もうゴブジャイで組んで、よいしょ、まあヤナハメ打って暇のアイスピ添えて、さあダガーガールはね攻撃ができないですよ。これトリトンまで行っていいんじゃない。なぜならあなたは卵を産めるからね。おいからの何もなければ天国生まれろ。いやー間に合わないが、まあいいね。さあマジこのタンク系が強い。てかこれもさやばすぎる。これを全無視できるんや。ダガーガールやばいよ。さあもうダクネでこのコウモリでタワーのねチャージがなくなったところを、さあゴブジャイで一目に行きます。マジインチキすぎるか。でまあロケ砲用にヤナアメを残しときたいかな。おお、いやダクネのコウモリ強くね。ここでほぼしばけます。ダガーが寝てるんでね。これまた同じじゃない。ギリギリでエリキ来るかな。エリキ落とさなきゃ、相手落とさなきゃしんどいよ。さあ落ちてくるが生まれない。さっきもあったこのシーンでゴブリンが来るのもこれさっき見たな。いやでもこれ全部受け止められるのが、ういフリーズ弱すぎるよなこのモードで。正直輝いてるとこほぼ見たことないもんな。さあ、いやマジジャイゴブジャイ最強格っすね。もうタワーが無能になっちゃう。おい、さあしっかりまあクラウンも追って、追っとけばね同じ順位だった時にねクラウンが多い方が上に行くんだね。まあ世界一を目指すのであれば意外と重要ですよと。さあ、まあフェニックス最強っすね。まあ吹き矢もいいんですけど、やっぱウッドとかヤナメを持たれる可能性が高いんでね。まああとダガーガールに弱いっていう、マジフェニーは最強です。でさあガゴムレとかは終わってて、まあベビドラかネクロですね。このタクは今
でもベビドラだと、まあインドラに勝てない、ウィザードに勝てない。まあでもネクロだと微妙だな。まあでもフェニベビでラバとかっていう選択も面白そうなので、まあ主軸にラバかゴレ来るのをかけてベビドラにしちゃう。でまあこれは陸用にバルキリーかディガーっすかね。まあディガーでもおもろいか、ラバディガーとか強そう。でここに関してはまあプリンスとかの受けがないんでデリバリーにします。はい、オーマイグンネス、あのこれオワコン呪文って言います。はい、これやばいな、なんだこれ。この呪文はねマジで終わってはいるんですよ。フリーズ、いやマジ主軸でラバ来てほしい、お願い。やばい、時間ない。うーん、ドリルにしちゃった。時間がねえし、おい呪文終わってるだろこれ。ちょっと待ってくれよ、フリーズね。え、フリーズディガードリル、ちょっとおもろそうか。おもろいデッキはできたぞ。さて強いかは知らない。でディガーも単品で通してもマジ一発か二発しか入らないんで飛ばすメリットはないんですけど、飛ばします、暇なんで。はい、1、2、うん、マジ2発か。でトリトンですらもね無視できるんでね。足前プリンはせこいな。さあ、ってこれ、メガナイトや、出た、時間間に合ってねえやつだ。なんでおんねんと思ったんだよな。メガナイトになってるわ。まあメガナイトディガーはそれはそれでいいか。俺の中ではドリル取ってたけど、まあギリ許せるな。メガライトドラドラちょっと強いか。まあボム来たんでね、まあこれムートで相手のチャージなくなるんでちょっとベビドラが強そうみたいな感じです。おお、まあまあまあここで溶かして、いやーまあなんもなく、いやフェニックスってバケモン強くない？大丈夫なんこんな強くて。デリでいいか。さあまあメガナイトドラゴンからの相手のウィザードをディガーフリーズで仕留める、さあ俺のゴッツプランではある。でも相手の主軸はまだ出てないんですよね。何なんだろう。さあポイズンで削ってくる、ケツメがいっちゃいます。このマッスルも無視されちゃうのか。いやー強えな。いやでもポイ使ったぞ、相手守れんのか。まあウィザードがね私はだるいがすぐ潜るよ。ああいやーいい受けだなそれ、良すぎじゃない。いやウィザード来ねえんだよな全然。フィザード全然来ねえけど、こういうフリーズが超良かったりします。え、しかもディガーが竹取ってるんで生まれます。え、フリーズちょっと強いかもしれない。今回だけフリーズが正直強いってなるシーンはあんまないが、うちのムートを相手がトリトンで引っ張ってくれるっていうね、そういう噛み合いによって、あーゴブジェイか、たまたま噛み合いによってフリーズが化け物と化したが、おい、まあクラン欲しかったなもうちょっと。いやいいね、安定はしないですけどねフリーズね。まあでも今みたいなフリーズのおかげで勝てることもさあもちろんありますよと。まあムートフェニックスがね、はい最強でしたねという感じかな。マジムートフェニックスロケット押しとかはね、マジやっちゃうか。ポイズンも最強クラスだと思うんで、まあ来たら積極的に皆さんね撮ってみてください。でグロタイはね、まあ、配信したアーカイブとかもあるので、まあ、よければねチェックしてみてください。またね配信も後日、はい、すると思います。ではお疲れ様でした。またね。